ブリーチジャパンか。まだ少し呼び慣れませんな。私もです。ですが清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。いやー、新たな会長の手腕には恐れ入りました。何、我々の未来のためだ。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。暴対法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか地下に潜るかくらいしかなかった。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは。これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から陰に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版。いや、これこそ本来のヤクザの在り方というべきだ。そうそう、極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んでその地位を確たるものにしていく。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みな、お疲れさん。それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。改めてお疲れ様でした。楢崎、ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。本当ならこういうのいかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。手軽だし相手は苦しむし。ヤクザの未来？そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんですねえ、沢城さん。エビナ、あんたにも見届けてほしかったですな、ヤクザの正しい未来を。さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて清流会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東条会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。
ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会、今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか？おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと？はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか？関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか？先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後行方をくらました犯人たち、不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません、村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいに。それにしてもお前がここに戻ってきしまうとはな。それも大勢連れてきやがって。申し訳ありません、村長。お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがる。けどよ、
俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。ほんと顔はおっかねえけどな。二度祝ってくださいよ。ありがとうございます村長の恩義必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな、カスガ。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。エビナの動きは早い。メレトの廃棄物処理計画が稼働すれば多くの聖竜会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ、エビナ。ご無沙汰してます春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ。さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので、大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん、何のこって何のようだ、エビナ。桐生さん。いい、カスガ、俺らが合流してることくらいエビナの想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃあおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。あと、ついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。頭。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか？全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。沢城、どうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしめみたいな真似までしやがって。復讐。さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は。俺のことは構うな。ああ失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。では。人質で釣ってきたか。俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ、計画の真相を知ってるのは
もはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ、沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なーに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろう。いや、どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元青龍会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち、元青龍会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発、本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。あの野郎、第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで各処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする？二手に分かれよう。危険だが、どっちかをほっとくってわけにはいかねえ。カズカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれねえか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか？少し二人で話したい。あくまで憶測だが、海老名の出生についてだ。海老名の？向こうで話そう。先に行ってる。あの、うん、いえ、どうして？ありがとうよ。ええ。一番。うん。はあ。ねえ。
マジか。さっちゃん、ありがとうよ。ううん、ありがとうよ。キリュウさん。はい。俺とエビナが兄弟。大吾の話が事実ならお前たちは異母兄弟ということになる。お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。エビナはこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ、氷川興産の組長、つまりエビナの祖父はてめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川を茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒ったか。娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果海老名は父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザの在り方を俺には変えるチャンスがあったんだ。東条会四代目としてな。だが俺はその道を選ばなかった。だから
桐生さんが責任を取るってんですか。蛇名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのはせめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だからカスカ、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。くよ、勝手言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ桐生さん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとうカスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。ん？どうせあとわずかの命だ。エビナを止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ桐生さん。あんたは生きて生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大海さんの尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前サエコに何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。いや、やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった。いやいやいや、褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。マジっすか。参考までになんて言ったか覚えてます。
ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。あ、ああ、バカだ、俺はとんでもねえバカ野郎だ。おい、どうした？悪い、緊急事態だ。誰だってね。大道寺一派か。いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながりお前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみてえな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。青龍会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだろう。その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前、青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い、野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。へっ、要は敵の足を引っ張りてえってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく、自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったのだあいつは滅多に人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハンジュンギ、チェちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。
ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョウ、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日、全てに片をつける。今夜はしっかり影響を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うんならこいつがいるんじゃねえか。うひょっほっほっほ。いいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。
眠れねえのかい？何？一番。あ、悪い。驚かせちまったか。ああ、いや、大丈夫。一番こそ寝ないでいいの？ああ、緊張してるわけじゃねえんだけど。なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん。何？さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。その時は俺の話聞いてくれるか？ちょっと何？頼む。一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、わかった。じゃあお互い生きて帰らないとね。気ぃつけてな、さっちゃん。そっちも。じゃあおやすみ。ねえ、おやすみ。なんか寝れそうだわ。寝れないの？日本は久しぶりだからちょっと落ち着かないのかも。ごめんなさいね、起こしちゃった？寒くない？大丈夫。ありがとうね、あかね。うん？ずっと一緒にいてくれて。うん、どういたしまして。あかねはパレカナが好きなんだよね。うん、そうね。私にとってとても大切な場所。じゃあ今度は私が茜を守るね。茜の大切な場所を私が守る。何？私にはそれができるはず。だからもう茜も安心して寝ていいんだよ。ありがとう、ラニ。とても嬉しい。さあ、もうおやすみなさい。うん、おやすみなさい。ありがとう。どこへ行くつもりだ？逃げたりしない。朝までには必ず戻る。だからお願い、私に時間をちょうだい。全部なくなっちまった。Thank you.
ルさん。準備はできてるようだな。ハワイに行く者はこの車に乗れ。ご無事で。みんなのこと頼みます、キリュウさん。お前もな。またここで会おう、カズカ。キリュウさん、大丈夫かな。俺たちはこっちでやるべきことをやるだけだ。難波さんたちもついてんだ、大丈夫だって。だね。ブリーチジャパンの船はすでにネレトへ出航しています。我々も早く後を追いましょう。とはいえ焦りは禁物だ。しっかり準備は整えようぜ。俺たちの戦いは気流たちに託されたものでもあるんだからな。ああ、気合い入れていこうぜ。任せといて。攻めますよ。俺の番だ。やるか。これで。次は俺だ。いつでもいいぜ。また強くなっちまった。ヤシの木からあんな奴が降ってくるとは。世界は広いな。気合は十分ですよ。ハロー、アロハ。
体もバッチグーよ。いやー、やっぱ海見ながらやる一杯は格別だぜ。ワインがうまい。幸せそうだな、足立さん。おうよ、常に幸せを感じながら生きてた方がお得だろう。人生楽しんだもん勝ちよ。ま、それもそうだね。しかしあれだな、お前と知り合ってからいろんなとこ行ったよな。大阪にも行ったし。だな、まさかハワイで足立さんと晩酌するとは夢にも思わなかったよ。思えば遠くへ来たもんだぜ。もう俺ら旅仲間と言っても過言じゃねえかもな。それは過言じゃねえ。なら過言じゃなくすまでよ。もっとみんなで旅行とかしようぜ。パリとかニューヨークなんていいな。お前はどっか行きたいとこないのか。俺か。そうだな、沖縄に行ってみたいな。キリュウさんがいい場所だって言ってたんだ。おお、それもいいな。ソーキそば、チンスコ、サーターアンダギー、そして泡盛。よだれが出てきた。沖縄行ったら太って帰りそうだな、お互いに。しかし海風が気持ちいいぜ。夜の海ってのも綺麗なもんだ。確かに絵になるな。あ、そうだ、写真でも撮るか。春日、お前も入るか。え、俺？おいよ、せっかくだしな。よし、俺も入っちゃおう。なかなかいい写真じゃねえか。またいろんなとこで撮りてえな。だな。これからも元気であちこち回ろうぜ、足立さん。おう。Aloha. Thank you very much. Aloha. Thank you very much. Aloha. Thank you very much. Aloha.いただきます。Thank you very much. I'll sue you. かかってきやがれ。任せといて。援護します。私の番です。私は実際に心を落ち着かせる効果があるようですよ。
私もよく波音の BGM を聞きながら眠りにつきます。へえ、気のせいじゃなかったんだな。じゃあ今晩はここで熟睡しちゃおっかな。寝違える、風邪をひく、襲われるというリスクを承知ならどうぞ。おとなしく部屋で寝るよ。よっしゃ、また距離が縮まったな。Is there a problem? この辺りはビーチやモールとは随分と雰囲気が違いますね。なあ、気を引き締めねえと危ねえ場所だな。ですが、こういう闇は妙に落ち着きます。影に生きる人間の本能のようなものなのでしょうか。どうだろうな。だが昼にビーチで笑ってたおめえも俺は好きだぜ。おめえの居場所は影だけじゃねえと俺は思うけどな。まったく、あなたはよくも恥ずかしげもなく。まあそういうことにしておきましょうか。仲良し。深く知れた気がするぜ。綺麗な星空だな。ええ、ですがコミジュルから見る星空も私は好きですよ。十五夜には孫妃たちと月を見て団子を食べたりもしました。へえ、風流なことで。そういう年中行事みたいなことするんだな。行事は大切です。文化の理解につながりますし、士気も上がる。お団子は美味しく食べた方がいいでしょ。確かにそうかもな。じゃあ今度団子の代わりにかき氷で星空鑑賞でもするか。いいですね。ぜひご一緒させてください。よっしゃ、コンプリートだ。
なんだかお腹が空いてきましたね。ならどっか寄るか。何食いたい。そうですね、中華なんていかがですか。いいぜ。じゃあ黒腐葉でも行くか。ありがとうよ。いらっしゃい。またコミジュルの部下から電話がかかってきてたのかい。ええ、困ったものです。気持ちよく後を任せたつもりだったのですが、大したトラブルがあるでもないのに私の判断を求めてくるのは嫌がらせかと思いますね。そうやって頼られているうちが花じゃねえか。まだまだ必要とされてるってことだろう。おめえがいなくても全然平気でしたって言われるよりマジでいいって。なるほど、確かにそれは一理ありますね。ちなみに後を託した部下ったらどんなやつよ。俺の知ってるメンバーかい。いえ、向こうは春日さんのことを知っていますがね、あなたはきっとご存じない。その子はヨナと言いまして、年はまだ30もいってなかったはずです。ヨナって言うと女の子だよな。聞かれる前に言いますが、なかなかの美人です。孫妃の方でも立ち居振る舞いなど仕込んでますね。へえ、じゃあ孫妃の妹分みたいなもんか。そこまで言えれば大変結構なんですが、ヨナではまだまだ孫妃の足元にも及びません。でもよ、おめえがヨナを育ててるのは何か期待があるからだろ。でなきゃさすがにコミジュルを託せねえもんな。いくら一時的とはいえよ。さすが春日さんは私のことをお見通しですね。あなたの言う通りですよ。この画面に映っているのがヨナです。お、なるほど、これは確かに別品さんたい。あー、しかしなんだな、上司と部下にしちゃ妙っていうか、この子めちゃめちゃおめえのファンだろ。まあ慕ってくれてはいますね。ただしそこが問題の発端でもあるんです。おそらくヨナは私の前でミスをしたくないでしょう。それで何でもかんでも判断を仰いでくるわけです。何回もおめえに電話がかかってくるのはそのせいか。今まで彼女は私の判断のもとで何も考えず威勢よく指示に従ってさえいればよかった。ところが
私や孫妃がほんの少し留守にした途端、さまざまな局面で細やかな判断を迫られる。コミジルやハンピン・リューマンの組織運営は現状を維持するだけのことでもずっと気が抜けません。ヨナは偉人町で組織や睨みを聞かせるためにどれほど手間暇が必要なのか身に染みたそうです。そいつはちょいとかわいそうな気もしてくるね。彼女にとっちゃ急に重荷を背負されたってことだろう。本当にそうでしょうか。ん？この世の中いつ何が起きるか分かりません。頼れるものを突然失うことだってあるでしょう。そんな時に備え覚悟を決める機会を私は彼女に与えることができたと考えていますよ。いずれ否応なく組織やこの社会を背負って立つのが次世代の若者たちです。今回のことを機会にしたたかになってくれることを私は期待しているんですよ。なるほど。おめえのその思いがヨナに伝わってるといいな。親の心こしらずなんてことになってたらがっくりきちまう。おっしゃる通りです。何度も電話がかかってくるのがその心配に拍車をかけますよ。ヨナはいい上司を持ったな。俺の若い頃は怒鳴るか殴るかしかなかった沢城の頭だったぜ。断然半純義の方がいいって。何より頭は、へえ、俺とこんな風に写真撮ってくれやしね。あなたは沢城にそんなことを望んでいたのですか？ですが確かに見てみたかったですね。あ、いや、想像してみたけどやっぱいいや。そんな写真撮ったって誰も幸せになれやしね。言ってるそばからまたヨナの電話です。失礼しますよ。部下を独り立ちさせてって割にゃ世話焼きまくってるよなあいつ。仕方ね。続きは一人で飲むとするか。ありがとうございます。
綺麗な星空だな。日本で見るのとは違う感じがするぜ。宇宙って広いよな。どうした、急にセンチメンタルになりやがって。別にそんなんじゃねえけどさ、なんか宇宙に行くのって夢あって楽しそうだと思ってよ。勇者の次は宇宙飛行士ってか。野望の尽きないやつだな。宇宙飛行士は大変だぜ。語学や知識以外にもフィジカルやメンタル、コミュニケーション能力とかな。ああ、コミュ力は必要だよな。違う国の飛行士と一緒だもんな。空気読めないとダメなんだな。宇宙に空気はねえのにな。なんてうまいな、足立さん。さすが年の子っていうか。そんな褒めんなって無理して空気読まなくていいよ、一番。Get ready for this! 準備はできてるぜ。私の番です。やっちまうか。はっ、どうか。私の出番ね。うそ。ああ、お手並み拝見。 You think I'm stupid? 終わらせる。はーい、俺の番だ。そいつか。ふん、さてと。これで行くか。援護します。だっ、よっしゃ、考えてみる。Good workout. 仕事の時間です。攻めますよ。さてと。やるぞ。Are you scared? ん？ You wanna do this? Bring it on! で行くよ。好きだらけですよ。はあ、あでしょ。この調子。いい調子。調子は最高ですね。ここここ流れ星が見えるって噂の場所。確かに空きれい。流れ星見えそう。それで願い事は考えたのか。まあ考えてはみたんだけどね。3回言える自信がないってか。よく覚えてたね。普段は言えそうなんだけど、いざとなるとな。星にせかされると、っていうかあの短い時間じゃ普通言えなくない。そうだな。事前に録音して倍速で再生だ。え、どういうこと。例えば尿酸値が下がりますようにっていう足立さんの願いは3回言う途中で噛む可能性があるだろう。
足立さんの願い切実だね。まあそれはいいとして、それで？だが冷静な時に録音して、流れ星が来た瞬間に再生するんだ。10倍速でな。これならきっと一瞬で聞いてもらえるぜ。ずるくない？それルール的にセーフなのかな。っていうか10倍速のセリフって絶対聞き取れないよ。流れ星にそこまでのヒアリングスキルはちょっと。やっぱきついか。いい作戦だと思ったんだがな。まあちょっと面白いと思ったけどね。一番はトンチとか得意そう。全然星流れねえな。綺麗な星空ではあるんだな。そうだね、ガセネタだったのかな。言いたかったの。もう行こっか。ここで時間無駄にしてももったいないし。でもせっかく。え？おお、こりゃいい。流れてるぜ、綺麗な星が。これならゆっくり行っても待ってくれそうだ。うん、綺麗。これからもみんなと。言えた、言えたよ一番。ありがとう。お、よかったな。それにしても綺麗な空だ。せっかくだし写真撮ってやるよ。それなら一番も一緒に撮ろうよ。流れ星お願い記念。ありがとう一番。私この写真大事にする。これからもよろしくね。ねえ、よろしく。ちーちゃん、ちょっと休んでいこうぜ。アロハ。 Thank you。 Aloha. Thank you. Congratulations.
アロハ。ありがとう。アロハ。Thanks very much.Thank you very much. ありがとうございます、カスカさん。気合い入れていこうぜ。こっちの料理もうまいけど、たまにお茶漬けとか食いたくなるな。日本食恋しくなる現象だね。最初は現地でしか食えないもんを食いまくるぜと思ってたけどな。ちーちゃんはそういうのなかった？私はお味噌汁だけ無性に飲みたくなったな。だよな。なんかこう汁気が欲しくなるよな。ハワイには日本食のお店もあるからお味噌汁目当てで行っちゃった。おにぎりも売ってたから一緒に注文したんだけど、アボカドとかチーズスパムとかが具にあって驚いちゃった。そりゃまたユニークだな。おにぎりがハワイで進化したのか。まあそういうのもあってハワイで日本食を頼むと結構面白いよ。それも現地ならではだな。でももしチーズスパムお茶漬けとかあったらちょっと勇気いるな。レッツチャレンジ。Don't you go mocking us, businessman! 片付けましょう。行きますよ。手貸すぜ。相手してあげる。かわせますかね。私の出番ね。はぁ、よっ、すべて熱くしろ。この状態勝利勝利。行くぜ。お近づきの印です。いかがでしょう。これはどうする？仲良くやろうぜ。何でもできそう。おう、うん。
気合は十分ですよ。これだな。うまく取れたぜ。食欲をそそるいい香りですね。何から食べましょうか。口内炎は大丈夫なのか。痛かったら俺が代わりに食ってやってもいいぜ。ご心配ありがとうございます。ですが大丈夫です。私は我慢強いので、その程度の痛みには負けません。いや、我慢はダメだろ。治してから食え。冗談ですよ。今ちゃんと治っています。激辛ラーメンだって問題ありません。そうか。まあそれならいいが、無理はすんじゃねえぞ。お気遣いどうも。しかし純義はよく食べるよな。おめえと出かけるといつも何か食ってる気がするぜ。食事は生きることの基本ですからね。ですが私も春日さんと行動するときは普段よりもよく食べている気がしますよ。やっぱ気の合う仲間と一緒に食う飯はうまいか。まったく、たいなくそう言い切れるところが春日さんのいいところですね。おお、それ褒めてんのか。もちろん私なりの称賛です。ですがたまには豪華な外食というのではなく、家庭的な料理というのもいいですよね。ほう。一緒に料理教室にでも行くか。え？春日さんとですか。ああ、俺は料理とかからっきしだし、半純義も最近始めたんだろ。料理を作るのってちょっと面白そうだしな。二人で仲良くエプロンして勉強しようぜ。春日さんとお料理教室へ行く発想はなかったです。それも楽しいかもしれませんね。本当にあなたの考えることは予想がつかなくて面白い。おいしい食事でした。満足そうな顔してんな。そうだ、その顔取って孫悲に送ってやるよ。近況報告ってことで。近況報告は大切ですが、今じゃなくてもいいでしょう。では春日さんも一緒にいかがです。桐生さんにご報告してみては。俺が桐生さんに飯食った報告しても仕方ねえだろう。まあいいか。これはまたなんとも締まらない写真だ。孫悲に送るまでもないですね。まあいつも通りの俺たちじゃねえか。それは確かにそうですが。本当にあなたといると退屈しませんね。そりゃお互い様だ。ご苦労さん。
よ、ハンジュンギ。どうも、春日さん。ん？あ、失礼、お待ちを。おい、なんだよ、またヨナちゃんからか？本当にしょっちゅうかかってくるんだな。は？なんですって？お？今？いや、しかし、まさかそんな勝手を？本当にあなたは、もうハワイに来てるのですか？もしかして、ヨナちゃんがハワイに？私はその、仲間たちとバーにいます。前にも話した、リボルバーという店で。それよりヨナ、あなたの方こそ今どこに？仕方ないですね。すぐ迎えに行きます。お困りのようだな。お聞きの通りです。ヨナが偉人町の任務を放り出してハワイに来てしまいました。いくら仕事が手に余るからといって現場の責任を放棄してくるとは。けど迎えに行くんだろ？きっと心細くしてるはずだ。すぐ行こうぜ。俺も付き合うからよ。確かにヨナは美人です。だからあなたも張り切っているんでしょうが、そんな玉じゃないんです。そんな話は後だ、ハンジュンギ。これ以上ヨナちゃんを一人で待たせんなって。やれやれ。ここで待ち合わせだったろ？ヨナちゃんはどこだよ。おかしいですね。どこかで迷ってしまっているのか。嫌です、話してください。私にはもう心に決めた人が。なんだ？お願いだからもう構わないでください。私そんな軽い女じゃありません。 Come on baby girl, don't be like that. Just one drink.How about it? あ、ハン様、ここです。ここ、ここ。あ、おい、ハンジュギ、ヨナちゃんが男どもに囲まれてんぞ。あれ、なんだよ、どうしたんだ？いいえ、あれはピンチなんかじゃありません。彼女はそんな玉じゃないんですよ、わざとらしい。は？いや、でもよ。助けてください、ハン様。私怖い。おう、待ってろヨナちゃん、すぐ助けてやる。よ、その子は俺らの連れなんだ。悪いが話してやってくれるか。ハン様、ハン様。あ、いや、ヨナちゃん大丈夫だ、俺が助けてやっから。 And who's this? You heard Prince Charming? おい、おめえら俺のこと虫かよ。申し訳ない、その子は私の部下でしてね。話していただけるとありがたい。 Hey now, we just want an hour of your time. You fellas can come on by and pick her up later. But she probably won't be able to walk straight by then, if you catch my drift. 絶対下水こと言ってるよな、こいつ。ええ、残念ながら交渉してどうにかなるタイプではないようです。はあ、ハン様が私なんかのために戦ってくれるなんて。You guys just gonna keep standing in the way? All right, fine then. Let's see you block this! How the hell? この野郎、あんだけ人を無視しといて、殴る時だけ真っ先に俺の方か。ずいぶんコケにしてくれるじゃねえか。いくらなんでもそいつは頭に来るってもんだぜ。 You son of a bitch! You're fucking dead, you hear me? I'll kick you down a notch! さあ、片付けましょうか。行きますよ。手貸すぜ！ほら！俺の番だ！ It's gonna hurt me!もう好きならないでしょ。こいつは決まりだ。俺のスコールで。よし、つっ、行くぞ。つ
いてこれますかね。いつでもいいぜ。やっちまうか。よし、やるぜ。援護します。回復だ。攻めますよ。手貸すね。お引き取りを。火の打ちどころがありません。勝利勝利。ヨナ、そこに直りなさい。は、はい。おい、どうしたんだよ、ハンジュンギ。彼女は、こんな男たちに捕まるようなノロマじゃありません。私たちが助けに入らずとも、軽くあしらえたはずです。それができるように育てました。違いますか、ヨナ。違いません、ハン様。でも、ヨナはハン様に助けてもらえて最高でした。はあ、おそらくヨナは我々が到着するタイミングを見越してわざとナンパされるように仕向けたんでしょう。かわいそうに彼らはその茶番に付き合わされた哀れな被害者です。それってもしかしておめえに助けてもらいたくてってことなのか。どうなんですヨナ。さすがハン様、ヨナのことは何でもお見通し。やっぱりヨナはハン様がいないとダメなんです。おい、なんだよこいつ。おめえ本当にこの子に組織を託してきたのか。ええ、どうも私としたことが人選を間違えたかもしれませんね。だってひどいんですよ春日さん。聞いてください、私だってお仕事頑張りたかったのに。おお、まあ落ち着けってヨナちゃん。誰がどうひどかったんだい。ハン様ですよ。急にハワイへ行くからあとはよろしくって一方的にメールしてきて。そんなこと急に言われたってできるわけないです。それに何より黙って私を置いていくなんて。私はいつもハン様をこんなにお慕いしてるのに、おそばにいるためなら手段など選びません。だからといってあなたは無断で持ち場を放り出していいとお思いですか。孫妃もいないというのに。今組織の運営は誰が見守っているんです。そんなの義憤のやつに任せましたよ。あの甘ったれにはいい成長の機会かと思いまして。義憤ですか。なんだよ、問題なのかその義憤ってのは。いえ、彼はヨナの大ファンで彼女の言うことなら何でも聞くという若者です。まあ仕事はできないわけじゃないので確かに適任かもしれませんが。すると一応義憤に引き継ぎはしたということですね。もちろんです。ハワイに行くことにしたからあとはよろしくって一方的にメールしてやりました。私はハン様と同じことをしただけですよ。くっ、いつからそんな小賢しい真似を。ああ、さすがこの上司にしてこの部下だな。いえ、私とは立場が違いますよヨナ。あなたにそんな勝手が許されるわけないでしょう。どうしてですか。は？どうしてとは。今問題になっているのは私が上司であるハン様に無断でハワイに来たことですよね。でもハン様だって孫妃に無断でハワイに来たはずです。え、いやちょっと待て、ハンジュンギは確か孫妃の命令でハワイに。おめえ孫妃に何も言わずにこっち来てたのか。いや、それとこれとは話が別。同じことですよ。そうでしょ春日さん。おい、ハンジュンギ、おめえマジか。そりゃさすがにやべえだろ。いや、やばくなんてありませんもん。すごい動揺してるじゃないの。そもそも組織の運営は私に一任されてるんですから、私の一存でヨナに託したって問題ないはず。だいたい孫妃も蝶も私に断りなく勝手に桐生さんと行動しだしたんです。私だけが組織の面倒を見るなんて地味な仕事を。
いくらなんでも不公平ですよ。私も同意見です。だから私だってハワイに来たくなって当然ですよね。あなたには10年早い。身の程をわきまえなさい。そんな、ハン様だけずるいです。私だけ地味な仕事ばっかりなんて。ヨナちゃん、電話鳴ってるみたいだぜ。もう、どうせギフンですよ。私が偉人町を出てからしつこく電話してきてるんで。もしもしギフン、何？は？あんた何言ってんの？やれやれ、今度は何事です？なんであんたまでハワイに来てるの？勝手に持ち場を離れていいと思ってるわけ？ギフンってやつまでこっちに来ちまったのか？なんというどうしちまったんだよ、コミジルは。まったくむちゃくちゃじゃねえか。アン様、どうしましょう。ギフンのやつ迎えに来てほしいとか言ってます。まったく、あなたたちという人はなんでこうもみんな自分勝手なのか。いやいや、おめえよくそれを人事みたいに言えるね。それでごたごたは全部片付いたのかよ、ハン・ジュンギ。ええ、ヨナとギフンは日本に返しました。その上で改めて孫人も話しまして。おお、あいつ何だって？私から言わずとも彼女は全てを承知していましたよ。さすがはコミジュルの女王です。くだらないことに気を回す暇があったらハワイでやるべきことをやれとのお言葉でした。部下たちの手前、私がハワイへ立ったのも孫妃の命令だったということにしてくれまして。なるほど、こなれてるもんだな、あいつは。組織のボスとして頭が柔らけっつうかよ。私も久々に孫妃に叱られてみたかったんですがね残念でしたよ。さっきまでそんな余裕はなかったように見えたがなしかしよ、孫妃にも無断で俺らの応援に来てくれてたとはな思い切ったことしやがって。あなたがハワイへ行ったという話を聞きつけてから私は孫妃に言われるまでもなく情報を集めました。やがて敵としてのパレカナという存在を知り、いずれあなた方はネレ島への上陸で行き詰まる。私がそう推測するに足る情報を集めた時、気づいたらハワイへ向かう便に飛び乗っていたんですその間ずっと気持ちが高揚するのを感じていました。またあなた方と共に戦うことができる、カスが一番の仲間になることができるとね。ハン・ジュンギ、しかし先ほどのようなみっともない内輪もめをお目にかけることになるとは、まったくお恥ずかしい話です。お騒がせしました。おめえはいつもかっこよすぎるからなけどたまにはいいもんだろ。どんなに弱みをさらけ出したって、そこも含めて助け合うのが仲間ってもんだ。付き合いが長くなりゃ当然そういうところも次々に見えてくるわな。今日はあなたの説教がやけに染みてきますね。じゃあこの辺で勘弁しといてやる。たちに偉そうな説教かますのは俺としても本意じゃねえしやっぱり酒は楽しく飲まねえとな。なるほど、じゃあダチと呼んでくれるあなたの言葉に甘えさせていただきましょう。お気遣いどうも一番お、乾杯。
戦いなら任せてください。良さげなもの発見。開けてみるか。開いたぜ。気分、男前を上げてやるぜ。今の気分は今の気分は男前を上げてやる。どれにすっかな。男前を上げてやるぜ。今の気分はセンスの見せ所です。どれにすっかな。お前を上げてやるぜ。今の気分は緑でしょう。お楽しみください。
いらっしゃいませ。どれもソコールです。レッツアロハッピーこっちこっち。お、ヤシの実ジュースお待たせ。乾杯。乾杯。おいしい。最高だな。お、あの子も同じの飲んでんな。ヤシの実が危ねえ。おっと、すまねえ。ちょっと通してくれ。だぜ。お、今の動きって鋭いステップ、ダイビングキャッチ。いらっしゃいませ。どちらにしますか？レッツアロ。やあ！次、あっち行ってみようぜ。いやいや、あっちだって。ほら、こっち座りなさい。の？お？ほら、座りなさいって言ってるでしょ。なかなかいい腕だ。将来剣の達人になるかもな。あれは？ちょんまげ。いらっしゃいませ。どれもソーコールです。いってらっしゃいませ。リラックスしながら。では次のポーズ。はい。おう。よっこらせっと。ほっ。はい、これはどうです？よっ、おっ、だだだだ、はい、これなら、これはさすがに無理でしょ。押してまいる。ああ、
はい。いらっしゃいませ。どれもソコールです。お楽しみください。おお、にぎわってんな。素敵な場所ね。はあ、目移りしちまうな。僕、どうしたの？こぼして汚れちゃった。任せといて。はあ。それ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 よっと、はい、きれいきれいきれいになれ、じゃーん、うわー、ほら、きれいになったよ。わあ、すごい。うん、お掃除、お掃除。あ、そうだ、いらっしゃいませ。どちらにしますか？レッツアロハッピー。それ、あぶね、やりやったな。もう、あれあれ。なんてね。よわ、甘えて。もう、あ、もう最悪。抜き足、差し足と。そうだな、うわ、バカな、うん、打ち合いセーブ撃破、はっ、うん、早打ちじゃ負けないぜ。いらっしゃいませ。どれもソコールです。レッツアロハッピすげえよな。炎の棒さばきすごかったね。炎ダンス、はっ、おう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 、やっはほう、やっはほう、うん、ふう、ふう、はっ、ふっ、ファイヤー、いらっしゃいませ。どれもソーコールです。いってらっしゃいませ。おお、すげえ。最高の気分だぜ。お？ゲー！わあ！ああ！なかなか良かったな。まるで、そう、アクション映画みたいで。はっ！
いらっしゃいませ。どれもソーコールです。お楽しみください。よいしょ。ウェイ。眠くなってきちゃうな。よっ。よーれドア。あ、すいません。もうしょうがないね。はいよ。ん、おい、もう飛ばすなよ。俺かよ。たぶん次は打ち返してやるよ。お、えったら。お、来いや。はえって。ん、いい加減にしな。すっげえスマッシュ。今の強烈なスイング、これはまるで、あ、さあもう一本いくよ。何にすっかな。目移りしちゃうね。着替え、着替えっと。どれで行こうかね。何を着ましょうか。今の気分はどれにすっかな。気分転換ですね。何でもできそう。なんかいいもんがありそうだぜ。I'll sue you。 さあ、行きますか。行きますよ。そいつか。でかすぜ。やっちまうか。タグミン。全力で行くよ。
お手並み拝見。いっぱいやりたい気分だぜ。さあ、片付けましょうか。私の番です。かかってきな。よし。ありがとうございます。さらにお役に立ちましょう。よし、休憩ってのもありだぜ。さあ、先に進みましょう。さっさと始めようぜ。私の番です。回復だ。全力で行くよ。いつでもいいぜ。
やんのかい、おじけづきましたか。はぁ、はっせい、おりゃ、俺の番だ。Do something already. Still got beef? ガツンと行くぜ。止まんねえ。回復しとかねえと。いつでもどうぞ。黙らせてやる。ジャリア、行きますよ。やんのかい。これで任せといて。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとう。よし、やるぜ。受けてみな。朝霧。うわ。私の番です。やっちまうか。低下。やっちまうか。Let's see you try. Let's see you try. 全力で行くよ。Let's see you try. はい、行くぞ。この調子で吸収が早いのね。また強くなっちまった。やっ、What are you looking at? I'll kick you down a notch. やりますか。私の番です。よし。かかってきな。俺の番だ。くらいな。なっ、熱っ、無茶できねえぞ。ご苦労さ。いける。じゃん。調子は最高ですね。あの人ヤバい状況だよ。助けてあげようよ。 I'll sue you. 戦闘準備完了。来ない。私の番です。やんのかい。全力で行くよ。あ、低下すね。いいところに。うわっ、
調子でねえな。一緒にやる。私もほら、はっ、回復だ。ゼア、いつでもいいぜ。かかってきな。さて行くか。ついてこれますかね。かいや、だっ、いや、任せといて。そいつか。いや、うわ、さあ、きっちりだ。さあ、援護します。これで、うわ、苦しい。効きますね。調子が出ません。かわせますかね。仕留める。全力で行くよ。これ来い。次は俺だ。ズリア。調子でねえな。ガツンと行くぜ。苦しい。やりづらいですね。だー、そこだ。Let's see you try. 任せといて。はあ、お似合いよ。やるぜ。いいところに。向かうところ敵なしだな。おいしい。いいな。おいしい。What you looking at? I'll sue you! 戦闘準備完了。私の番。くれ。私の出番ね。おじけを気がしていた。ほら、俺の番だ。どれ、ひっ、はぁ、よし、勝利勝利。なんかいいもんがありそうだぜ。足が軽いぜ。What are you looking at? Drop all your shit and feet. 準備はできてるぜ。行きますよ。私の出番ね。よし、やるぜ。私も。ハッド。行くか。一緒にやる。いい調子だぜ。よっしゃ、どんどん進もうぜ。おう、あれは何でしょう。見に行ってみませんか。
What's with you? What's with you? You gonna cry for mom? 準備はできてるぜ。私の番です。やっちまうか！おら！よし！うん。まいります。俺の番だ。いつでもどうぞ。回復だ。Take this。よし、勝利。足が軽いぜ。うしゃ。なんかいいもんがありそうだぜ。え？おお、よ。良さげなもの発見。さあ、やりますか。私の出番ね。これどうぞ。ついてこれますかね。相手してあげる。シャー！アウトウェイ！しやるぜ！あれ？あれ？アウトウェイ！攻めますよ。かわせますかね。よし。俺の番だ。何？いい調子だぜ。What are you looking at? Don't get too cocky! 片付けましょうか。ついてこれますかね。私の出番ね。おじけづきましたか。参ります。よし、やるぜ。はいはい、お願いします。デリバリー、よろしく。デリバリー、待ってました。スマッシュ。いつでもどうぞ。離して。チーズすぎ。行くか。攻めますよ。手貸すぜ。ほら。手。すごいだらけですよ。俺の番だ。そいつか。これで。ちょっと待って。離せ。
よし、いつでもいいぜ。ほらよな。ありがとうございます。無理は禁物か。次は俺だ。ほら、動くんじゃねえぞ。よし、やるぜ。命を大事に。回復だ。ありがとうよ。ありがとうございます。ゴー。ショー。また読んでね。次も。あれ。ほら、ついてこれますかね。やっちまうか。ふん。俺の番だな。行くぜ。よっしゃ、スカーに勝利。さらにお役に立ちましょう。また成長しちゃった。いいコンディションだ。あそこになんかあるぞ。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。かかってきやがれ。私の番です。ほら、俺の番だ。俺もやれるぜ。あれ、行くぜ行くぜ。もらった。ビビってんのか。黙らせてやる。ダリア、いきますよ。プレゼントだ。よし、やるぜ。受けてみな。何、調子がいいぜ。行くぜ。攻めますよ。やんのかい。かわせますかね。くれ。You ain't shit。寄るんじゃねえ。行くか。腰抜け野郎。俺の番だ。ついてこれますかね。くれ。よし、やるか。はっ。やるぜ。私も。ほら、回復だ。攻めますよ。これで次は俺だ。いいところだ。そうだよ。いい調子だぜ。心も体もマッチングよ。お、いいもん見っけ。
さあ先を急ぐぞ。ご苦労さ。良さげなもの発見。何でも。さあ行きますか。攻めますよ。いつでもどうぞ。私の出番ね。ああ、お手並み拝見。はっ、俺の番だ。かかってきな。ハリアファムウェイ、ガツンと行くぜ。止まんねえ。やりにくいぜ。いつでも逃がしゃしねえよ。ついてこれますかね。よし。やるか。いつでもどうぞ。いいところに。なんかいいもんがありそうだぜ。You there! Guess I'll skip the gym today! さっさと始めようぜ。さてと。攻めますよ。よし。終わらせる。私も一緒にやる。回復だ。それは俺だ。私も好きだらけですよ。何？来ない。一緒にやる。やっ、ついてこれますかね。かわせますかね。私の出番ね。ああ、手貸すね。よし、やるぜ。相手していいところに。これで大手並み入っ、攻めますよ。やがしまうか。よし、手貸すぜ。よっ、
さらにお役に立ちましょう。俺もまだ若いね。よし、まだまだいけますよ。あいつ助けてやった。あ、そうよ、かかってきやがれ。いきますよ。始末します。相手、私の出番ね。参ります。俺の番だ。そいつか、うん、これで隙だらけですよ。次は俺だ。黙らせてやる。ダリア、私の番です。ん、やっちまうか。よし、はあ、上出来ね。うわぁ、放せよ。よし、やるぜ。受けてみな。浅くなり、来ない。ついてこれますかね。私の出番ね。終わらせる。はーい、行くか。いいところだ。俺の番だ。援護します。相手してあげる。放せよ。攻めますよ、うん、私も。よし、あれは何でしょう。見に行ってみませんか。開けてみるか。開いたぜ。何でしょうか。見に行ってみませんか。さ、先に進みましょう。開けてみるか。やったぜ。
この辺りは安全そうですね。傷を癒すには最適そうです。戦闘準備完了。私の番です。やんのかい。よし、お手並み拝見。参ります。よし、やるぜ。あ、いつでもどうぞ。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリハブ。はいはい、お願いします。デリバリー。よろしく。よし、撮影すっぞ。頼むぜ。はい、アクション。うっ、行くか。行きますよ。私も。私の出番ね。いった。俺の番だ。ほい。かかってきな。ほらよ。あ、すっきりした。どっか。好きだな。私の番です。低下すぜ。やっちまうか。一緒にやる。俺もいい。やっ。じゃあ行くぞ。よし。よし。どうした？おじけづきましたか。覚悟。あっ。せっ。うん。回復だ。しびれが。思い通りにはいかねえな。さてと。ここ動くんじゃねえぞ。よし、やるぜ。何？来ない？ハリア、ファムウェイ。受けてみな。みんな死ぬなよ。これで。ありがとう。ありがとう。かかってみよう。スタート。お疲れさん。次もよろしく。何？傷口がやりづらいですね。やるか。やんのかい。低下すね。しゃべれ。Check out my new toy. 私の出番ね。かかってきな。
はぁ、あ、やっおりゃ上出来ね。出ろ、はあ、俺の番だ。私もいつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。アサキラリュウ。I feel brand new。 やりにくいぜ。ズリャー。カットや。よし、覚悟。よっ、はっ、せい、よし、やるぜ。受けてみな。アサキラリュウ。しびれが。ああ、グラッドシッツオーバー。ウソ、ホールドスティル。任せといて。治りましたね。ついてこれますかね。ありがとうございます。攻めますよ。やんのかい。やるか。よし、取りよ。優秀が早いよね。調子だぜ。よし。ガンガンいけるぜ。
いらっしゃい。なあ。よし。いらっしゃい。なあ。あ。そうか。緊張してくるぜ。さっちゃん、どうぞお入りください。さっちゃん、あれ、まちこさん、さっちゃんは、さっちゃん誰だい。それは、そんなことより、ほら、連れてきたよ、あんたにとって最高の相手を。は？はい、いや、マチコさんしかいないけど。だから言わせるんじゃないよ、もういけずね。え？勘が悪いね。あんたと知り合いで最後に子がつく相性のいい女がこうやって会いに来てやったじゃないか。ということは、まさか俺に相性のいい女性ってのは、あたしだよ。いや、やめてくれ、マチコさん。俺には心に決めた人が。ここまで来て何言ってんだい。やめられるわけないだろ。恋に巻き戻しボタンなんてないんだよ。最近のあんたは本当にいい男になった。私好みの最高のね。さあ、レッツマッチング。ひゃー。はあ、やっぱり私の目に狂いはなかった。あんたと私の相性は最高だよ。じゃあね、一番。これからも
トップユーザーにはサービスしちゃうからね。じゃあね、バイビー。マッチングアプリハマりすぎには注意しましょう。はあ、いただきます。ここのフルーツ甘くて美味しい。他とはちょっと味が違う気がする。調べたところ、このお店のフルーツは農家と専属契約をしているようで、その農園ではクラシック音楽を流して栽培しているようですね。クラシック音楽？あ、聞いたことあるな。なんか綺麗な音楽を流して育てると食べ物が美味しくなるとかってテレビでやってたぜ。へえ、この甘さの秘訣はクラシック音楽ってこと？なかなか優雅じゃない。優しい言葉をかけて水をやると綺麗な花が咲くみたいなことなのかな。でもよ、綺麗に咲いてねって言いながらじょうろで水あげるような優しいやつだったら、どんな花が咲いても綺麗だと思うんじゃねえか。元も子もないこと言いますね。でも優しい人が育ててくれたわけだから、結果的に綺麗な花が咲くんじゃない？まあ確かにそうか。ってことは、このフルーツは栽培中にクラシック音楽を流すような優雅で優しい農家が育ててるから結果的に美味しいということなのか？いえ、それだけではないかと。実際音による振動によって作物が刺激されて光合成が活発になるという研究結果もあるようです。振動？光合成？つまり音楽を聴かせることで果物が刺激されて熟成されるということみたいですね。なるほどね、いろんな研究があるんだな。じゃあ今度キュウリでも植えたらゴリッゴリのロック流しながら育ててみようぜ。いいな、凄まじい振動でめちゃくちゃみずみずしくなるかもしれん。この人たちに育てられたくないわ。ロトロマン。Thank you。千歳さん。お、春日さん、いつもご利用ありがとうございます。デリバリーヘルプ、
ホノルルシティ支店のシトセ・バスター・ホームズです。こちらこそいつも世話になってるよ。なんかプレゼントくれるってメールで見たんだが。はい、キャンペーン中なのです。こちらお受け取りください。おお、サンキュー。これからも危ない時はそばで支えてくれよ。末永くよろしくな、千歳さん。え、じゃあな、千歳さん。末永くそばで。なあ、おう、you
トーローハThanks very much.よ。はい。ここなら人も少ないし大丈夫そうですね。で、千歳さん、話ってのは？あの、この前末永くそばで支えてくれと春日さんおっしゃってくれましたよね。え？ああ、そうだっけ。それで、あの、私ずっと考えていたんですが、ついに決心がついたんです。決心？はい、私春日さんと結婚します。そんなに喜んでくれて嬉しいです。あ、いや、そうじゃなくてよ。嬉しくない？ああ、いやいや、違う違う、嬉しいとか嬉しくないとかじゃなくてだな。そもそも、なんで俺と結婚なんて話になるんだ？だって、春日さん、言ったじゃないですか。ずっと末永くそばで支えてくれって。そんなこと言って。おう、サンキュー。これからも危ない時はそばで支えてくれよ。末永くよろしくな、千歳さん。言ったな。私、男の人からそういうこと言ってもらえたの初めてで、すごく心に刺さったんです。
そして思ったんです、この人にならささげてもいいと。待ってよ千歳さん、話を聞いてくれって。恋はナンスタップ、やらない後悔よりやる後悔でしょ。でしょじゃないよ。もう恥ずかしがらないで。ビーフ or チキン、お好みは。ビーフ。ふう、初めての声の味、なかなかいいものでございました。腹ほろひれはれ、これはなんとも。さて、やるべきことも済みましたし、結婚に向けていろいろ話し合いましょう。お家はどうしましょう。私、広い庭で白い犬を飼いたいです。子供は何人にしましょうかね。私、ラグビーチームができるくらい産みたいと思ってるんですが、多いですか？いや、聞いてくれ、千歳さん。はい？確かに俺は、ずっと支えてくれって言った。けど、それはデリバリーヘルプをこれからも使い続けるよって意味なんだよ。だから結婚とか恋とかとは別。俺そもそも他に好きな人がいるしよ。私のこと騙したんですか？違う、騙したっていうか勘違いしてるだけっていうか。私の初恋をもてあそぶなんてひどすぎる。おいおいおい、どうすりゃいいんだよ。うちの娘を泣かせる男は誰ですか？お父様、即死と副上司。Oh, come now, me were. し、なんでこんな目に。さ。行くぞ、千歳。春日さん、さよなら。でも、デリバリーヘルプはこれからも使ってくださいね。妻としては支えることは叶わなかったけど、デリバリーヘルパーとしてはこれからもあなたを支え続けるから、助けてほしいときはまた電話してね。じゃあ、グッバイ。私の初恋。むしろ今、助けてほしいんですけど。いいや。出発進行。
saying a show, dipshit. おじさん、ご要望は？じゃあね。やあ。ようこそ。なあ。あ。ようこそ。なあ。あ？ようこそ。へえ。はい。ああ。なあ。あ？春日さん、どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？試験を受けますか？
こちらの式。しないよ。カスノさん、どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？ありがとうよ。
気分。